こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。じゃあ、というわけで修行第2弾だ。私の修行はね、このパーティーを使えばこういう風に攻略できるんだよっていう動画じゃないんです。頑張ってるだけの動画です。確実に全ての究極を倒します。で、今回は徳川慶喜っていうのが来てるんで、このパーティーで行きたいと思います。ドラえもん、アトス、そしてフレンドに異属性がいなかったんで、しょうがないんで、ルシファーを妥協で連れて行きたいと思います。それでは参ります。いやー、1回目が超絶だったんでね、ちょっと究極なんで微妙かなっていう部分もあるんですけど、頑張っていきましょう。およし、おお、これは復活するパティンだね。おやお、いいねー、この感じ。面白いよ。絶対一旦で回復するんだね、これ。なるほど。そうなんだ。なるほどね。頑張っていただきたい。ちょっと見とこ行こう。ね、全部当てる感じでいけば、チュンコロできるでしょう。おー、いいね。調子がいいぞ。さあ、ステージ2だ。あお、亀かよ。ちょっとナメクさんってんじゃないの、これ。さすがに亀には負けないよ、これ。ね、次がアトスか。早速来ました。徳川慶喜。来ましたね。あれー、ちょっといけねえのかよ。上結構狭いね。狭いんだ、こんなに。狭いね。この狭さは結構きついね。しかもこいつ、ロックオンワンウェイなんだ。面白い生物だね。こんな笑顔でさ、僕のことしやがるぜ。やべえ、ピンチじゃん、ちょっと。意外と負けちゃうんじゃないの、これ。大丈夫かな。あれ、またカメですか。またカメですか。これ意味ないよ、このカメは。時間食っちゃうだけだな。カメさん。さあ、どうかな。来た。やべえ、挟まってるじゃん、なんか。よし、やべえ。なんだ。でも、やばくはないか。いいよ。ちょっとこの当てながら下行って。あれ、ちょっと待って。うわ、意外と難しかったね。次のターン覚えてろよ、お前。次のターン覚えてろよ。このターンでお前は終わるからな。よし。あれ、終わんない。意外と強えじゃん。すっげえ戦いよー。よし、行くぞ。倒せない。こいつ HP 結構あるね。150万ぐらいあるのかな。結構 HP あるよ、これ。思いのほか。いくらこいつ。わお。これ地味に時間かかるやつだ。ね。地味なやつだ。でも、次で、しっかり当てれば。倒せるよ。よし。いいね。いいよ。いいよ。こう当てて、こういけばいいのか。なんだ、いい位置取りだ。ちょっと、素晴らしい位置取りじゃねえか、お前。やるな。考えてんね、結構。ちょっと、ドラえもんテレも当ててよ。よし。いい位置取りだ。こいつ復活させんだ、雑魚を。みんな気をつけて。復活させるらしい。知ってるだろうと。知らないわけだよな、みんなな。よし。スピードクリアまで残り10ターン。スピードクリアできるのか、俺は。意外とね。やべえ。さあ、これをちょっと2人とも当てたいから、ここら辺で。意外といかないのね、ダメージ。ほほう。なるほどね。よいしょ。おお、いいね、いいよ。いいね、いいよ。素晴らし
これで、よいしょっつって。はい。よいしょ。あ、いいね、いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。いい感じ。テンポいいよ。うん、テンポがいいよ。よし。で、これ下に向かって当てれば。あの角度つけると、パターンってなっちゃうからね。よし、素晴らしい。ドラえもんは、あー、これ久々で使わないでこっちで使う。当てる感じね。よっしゃー、いいぞー。あー、来た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 。あとスワー使いましょう。よし。我が祖国のため。いけるか。よっこらヘッド。割りかしいけるね。おお、弱点に2回当てて、あ、3回。弱点に2回当てて3回当てる。なかなか優秀なことしてくれる。我が祖国のため。スピークリできねえのこれ。まさか。まさかできないっていうオチかなこれ。あればいけるな。いけるはずだ。スピークリは目指してないんだけどね。スペクリティじゃったよね。よいしょ、これで終わっただろう。よし、危なかったね。ちょっと1も減ってないけど危なかった。これでまた一つ経験値が出ました。いやー、一応ね、毎日攻略していくからね、私なりにやりますから。何個落ちるかな。1個2個。ありがとうございました。徳川慶喜でした。では第3弾を皆さんお待ちください。それでは。